はい、こんにちは。今日するのはご飯を食べる配信です。やってきまーす。意外とうまくでしょ。勇気が出ない。マジで最近脂質をほぼ良質なものに限っていたから、ジャンクなものを食べるの、一人でジャンクなものを食べるのはちょっと勇気出なかった。マジで俺一人だとマジでこれ食えねえと思って、配信載せないと、配信っていうものがないと俺多分これ食えないなと思って、俺が飯を食べるために配信を開きました。普段から食事制限をしてて、いきなりジャンクをドカンって食べるってなるとマジで勇気がいるのよ。3日分ぐらいなくなるから、努力が。前からさ、うわ、これちょっと、チートデイができたとしたら、ここ頼んじゃおうと思ったところがあるんだけど、やばくない？俺、こんなん食ったら死ぬって。マジで、超ジャンク系、1ヶ月ぶりくらい。これやばくない？オム玉チャーハンやばくない？チャーハンに卵かけてあんの。え、死ぬ！いや、これはジャンクでしょ。いや、ジャンク、あのね、なんていうの、悪質な油を使ってる食物って全てジャンクだから。これが優しいっておかしいよ。もうチャーハン炒めるのにも油を使うし、例えば焼きそばを頼んだとしたら五目を作るのに油を使うし、俺そういう油を全て絶ってきたんだよ。悪質だよ。ゴミみたいなサラダ油を使ってるから。こういうのって世の中狂ってるのが、こういう悪質な油で作ったご飯が一番うまいのよ。マジで。だから俺は今日はそれを食す。まずオム玉チャーハン。めちゃめちゃバカ。チャーハンで卵包むのは。で、餃子。餃子もいただきます。餃子も頼んじゃいます。プラスして、五目焼きそばも頼みます。チャーハンを何かおかずにして食べたい。ホイコーローか生姜焼き。ホイコーローにするかい？やば。贅沢すぎる。こんな贅沢なご飯マジでないぞ。マジでない。俺いつも一食が、サバの塩焼き、690円なの。お弁当。で、ご飯もりもりにして。一食4070円するんだけど。うわ、贅沢すぎる。いいのか、俺。でも1ヶ月に1回ぐらいいいよね。1ヶ月に1回許してくれ。来い、頑張れ、働け、うまいっつ。俺に食物を届けろ。で、俺これ食って、ちょっと雑談して、糖質で多分し、糖質で眠くなるから、配信ピッて閉じて寝るから。今日のプランはそれ。俺、その生活を一度でいいからさ、もうやりたいなと思って。俺、ドカ食い系つぶ部長だったの。ファミチキってさ、揚げたてとさ、置いてあるの全然味違えよな。あんな味違えのってぐらい味違くない？揚げたてのさ、あのさ、ファミチキの冷凍買ったことある？持ち帰りの。俺、お店で揚げた後のファミチキ食べて感動したの。こんなにうめえんだって。で、俺、冷凍のファミチキのお持ち帰りのやつを買って家で揚げたんだよ。世界一うまい。溢れ出るもん。ゴミみたいな油が。俺、ケンタッキー食べたことないんだよ。これ単純に、悪質な油とかそういうのじゃなくて、単純に食べたことなくて。いつか食べてみたい、配信で。なんでないんだろうね、ケンタッキー。そういう習慣がなかった。俺、だってうちはクリスマスになったら、必ず食べるのは、刺身のさ、船盛りぐらいのさ、皿あるじゃん。あれに、バカデカオムライスお母さんが作ってくれんだよ。一人で食べんの。1.5 キロのオムライスっていうのがうちの連れだったから、なんかそれをクリスマスを過ぎるともう本当にケンタッキーを食べるっていうチャンスがなくて、食べたこともないものって俺結構あって、バーガーキング食べたことない、タピオカドリンク飲んだことない、それこそケンタッキーない、あ、スタバないの。俺スタバないんだよ。そういえば俺、スタバで飲み物飲んだことないの。やばー。おー、いいぞー。ちょっと多かったか？これ明日に引くんじゃねえか？
うわ、今日で終わらしたいって言ってんのに、量えぐいけど、でも幸せ。うわ、見て、ね、見て、見て。やばい、やばい、やばい、やばい。ほら、ほら、ほら。いただきます。いただきます。やりすぎたか。まずは餃子からいただきます。まずは餃子から。ちょっと待って、あれがあったんじゃない。チャミスルー、チャミスルー。いただきます。手術したのに手が震える。もう、何だろうね。くそ、うまい。人生だ。今俺は生を感じてる。いただきます、これ。あれ、マジで手が震える。緊張しちゃう俺。お腹いっぱいになるまでタイムリミットがある。詰め込むんだ、それがコツ。まだ俺の胃は弱くなってない。感じる。まだ小さくなってないぞ。ゆっくり食べると腹に溜まっちゃうから。コース料理って、コース料理と一緒。あんなもん量はないけどね。時間で腹いっぱいにさしてんだよ。ホイコーロうまっ。あっ、あー、思ったより量あったね。大盛りだ。あー、体熱っ。次は麺だぜ。うわー、これね。五目焼きそば。うんまー、これ全部いくなんて全然無理だったな。チャーハンがかなり大盛りだったぞ。
松屋の特盛りぐらいあった。あと一口だ。多分あと一口食べたら次が美味しくなくなっちゃう。でも麺ってどうなんだろう。次の日食えんのかな。ホイコーローってあんまサラダと変わらん。考え方によっちゃ汗かいてるもん。明日の朝サラダ食べるだけ。幸せ。世の中で一番幸せ。この瞬間が一番幸せ。で、酒を飲むと。過去最高に血糖値が上がってる。まだ寝るのやばい。まだ落ち着け。まだ寝るのやばい。ほんと逆流性食道炎になっちゃう。一回椅子だけ倒させて。ちょごめん。ここでキープするわ。これちょっとだけ胃に働いてもらって。